さんこんにちは。フィレンツェチャンネルのハルコンです。今日もよろしくお願いいたします。私が今いるのがフィレンツェ中央市場の前です。今日のフィレンツェの気温は41度です。暑いですね。このようにフィレンツェ中央市場はサンロレンツォ市場の中にあるので、サンロレンツォ市場でお土産を買う際に立ち寄ってみるのも面白いかなと思います。ということで、今日は前の動画でもお話しさせていただいたように、フィレンツェ中央市場の中の様子を私の雑談を交えながらお話したいと思います。それでは行ってみましょう。行ってみましょうと言いながらもう中に入ってしまったんですが、さっきの入り口で男の人が立っていて、入る際にマスク着用のチェックや体温のチェックなどをしていたのが見えましたでしょうか。入り口ではアルコール消毒も義務付けています。現在イタリアは屋外はマスク着用は義務付けられていませんが、屋内では義務付けられています。このフィレンツェ中央市場は屋内になるのでマスクをしなければ入れません。みんなちゃんとマスクしていますね。あ、この人してないちょっとみんなマスクをしてるっていう光景をお見せしたかったのに、なんでいきなり喋ってる時に一人マスクをしてない人が入ってくるんだろうとにかくね、マスクをしていないとああいう風に警備員さんみたいな人たちにマスクをちゃんとしてくださいねって言われます。あ、ここなんかちょっと素敵な空間よね。ここは注文してテーブルでそのまま食べられるという形です。この中央市場には買ってそのままで食べられるっていうコーナーがいくつかあります。この中央市場には新鮮なお肉やお野菜、お魚、果物がたくさん売られているんだけれど、乾燥トマトとか乾燥ポルチーニ、スパイスやオリーブオイルなどね、イタリア料理に欠かせない食材も売られていて、お値段もとっても安くてね、お土産にうってつけです。フィレンツェ中央駅のすぐ近くにあるので、時間がない時のお土産探しなんかにもすごくいいんじゃないかなと思います。あ、そうそう、話の途中になりますが、この動画の最後にはおまけとしてフィレンツェピッティ宮殿のあるピッティ広場の様子も入れておきました。なんでかっていうとね、今フィレンツェのピッティ広場ではたくさんの狼のモニュメントが設置されていて、その設置風景が圧巻でとても面白かったので、皆さんにも見てもらいたいなと思って撮ってきました。ですのでぜひ最後までお楽しみください。イタリアの新鮮な野菜や果物がこうやって並んでいますね。イタリアの野菜や果物ってこうやって一つ一つがとっても大きいんですよね。ピーマンなんて日本のピーマンの4倍ぐらいあるんじゃないかなと思います。ではここから2階に上がってみましょう。2階はなんと500席以上もあるフードコートになっています。このフードコートではトスカーナの伝統料理ももちろん楽しめるのですが、お寿司やケバブなどトスカーナ以外の料理も楽しめるんですよ。ケーキ屋さんやコーヒーショップ、ワインバーなどもあります。このフードコートの営業時間は朝の10時からなんと深夜の0時まで、一日中どの時間に来ても美味しい料理が食べられます。あ、これ見て、これ天井なんだけれど、やっぱりこう見ると体育館だよね。外観もまるで体育館なので、私はいつも中央市場のことを話す時に体育館体育館って言ってるんだけれど、なんと実はあのミラノの有名なガレリアを設計した建築家と同じ人が設計したそうで、この建物が建てられた1872年当時は近代的な建物としてイタリア中でとても話題になっていたそうです。あ、これ見て、すごくかわいいデザートがある。あ、昨日発表されたイタリア政府の法令によると、マスク着用やソーシャルディスタンスを取ることの義務、アルコール消毒の徹底っていうのは引き続き継続されるそうです。すごい、ピザが色とりどりでとっても美味しそう。ケーキやジェラートも食べれるので、なんかちょっとお腹すいたなっていう人にもぴったりだと思います。あ、ここはね、焼きたてのピザを食べさせてくれるところで、ちょうどこうやってね、釜から揚がったピザを取り出しているところを見ることができました。熱々で美味しそう。でもピザの釜ってすっごく熱いから、この前でマスクをしながらお仕事をしてるってとっても大変だと思います。お疲れ様です。ここは自家製の手打ちパスタを食べさせてくれるところですね。パスタの種類やソースは
好きなものが選べて好きな組み合わせで食べることができます。ここはワインバーですね。トスカーナの美味しいワインを楽しめると同時にイタリア各地のワインを楽しむことができます。あ、この奥の左側にトイレがあります。便利なので覚えておいてくださいね。ここはトリュフのお店です。いろいろな種類のトリュフソースが楽しめます。フィレンツェ中央市場の様子いかがでしたでしょうか。ロックダウン解除直後は人が全然いなかったのですが、今は徐々に人が戻ってきていますね。みんなルールを守りながらショッピングや食事を楽しんでいます。それではここで今日のピッティ広場の様子をご覧ください。狼ちゃんたちがいっぱいいますね。ピッティ宮殿で企画されている展覧会のためのモニュメントだそうです。あの木の箱の中には、まあ、たくさん狼ちゃんたちが入っててね、これからどんどん設置していくのでしょう。ということで狼ちゃん設置風景でした。最後までご視聴どうもありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。フィレンツェチャンネルのハルコンがお送りいたしました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。